これはインフルでぐらいですよ。で今、はい、アンパイアが出されましたよね。打者走者アウトなんですよね。はい、打者走者アウトですね。この辺ちょっと藤田監督が出てきましたが、この辺を整理して伺いたいと思いますが、無視もしくは一種のケースフライが上がりますと、これはインフィールドフライフェアという宣告をプレートアンパイアが行います。今ねこの絵に映りますかね、プレートアンパイア。いや小林さんはもう指示しましたね。はい、指示しました。ちょっとこの絵から切れてますが指示しました。ところがですよ、この後今のはいわゆる小イラ球に近い形なんですが、あれ小イラ球じゃないです、はいはい、ないんですけど、あれは届かなかった、はい、だからまあインプレーですから、はい、走者は危険を犯してね、はい、危険を犯して進塁していい、そうですね、はい、ですから打者走者アウトですが、ボールがあの一旦落ちればインプレーですから、ランナーが進塁できるということですね、はい、そうですね。球審の小林です。ただいまと